それでは時間となりましたので、ただいまから始めたいと思います。川辺川ダムでは命も清流も守れない 7.4 球磨川水系大水害を考える県民集会球磨川川辺川みんなの宝を始めたいと思います。今日は本当にたくさん、お集まりいただきましてありがとうございます。それではまず、主催者実行委員会を代表しまして中島康香から開会のご挨拶を申し上げます。今ご紹介いただきました中島です。皆さんもご存知のように7月3日4日で、人吉八代方面もう今まで前代未聞の大水害になりました。で多くの方々が亡くなられて大変な状況になっておりますが、もう一回ちょっと 見直してみますと、今の熊本も大変なことになってますね。ダムを白紙に戻した知事がまた新たにダムを作るっていうようなことを言ってます。で思い返せばですね、私たちがダム反対運動をやった頃の状況と似てるところもあり似てないところもあるわけです。その当時は非常に英明な、招待知事っていう方がおられて球磨川改修とか川辺川ダムについては非常に国交省のあり方に対して疑問を持っておられました。でその結果が蒲島知事のダム白紙撤回ということになったんですけど、今はもう一回私たち周り見てみますとですね、人吉の福永市長よりももっともっと今はダムを作る状況が増えているような気がするんです。知事がああいうことを言ってしまって、それから民意だっていうことを公言してますから、非常に今熊本は困った状態になっている。それでいてもう一つ大きな違いはですね、私たち運動を始めた当時は、中央の政界の中に川辺川ダムを反対するという大きな声がありました。今国会にそういう声を大きく響かせてくれる政党がほとんどいないわけです。ですから今回の川辺川ダムの反対運動というのは非常につらいことになっていくと思います。それと同時に、私たちまだ人吉で何が起こってどういうことがなされたかということを本当に知ってるかというと意外とそうでもないわけです。ですから今日いろんな方々からいろんな お話を伺いながら、人吉の状況、今の熊本の状況をもう一回考え直してみられたらいいなと思っております。今後川辺川ダム反対の運動の口火ともしなれるんだったら非常に私は嬉しく思います。皆さんよろしくお願いします。